門前大屋寺は、栃木県宇都宮市大屋町にある、天台宗の寺院である。三号は、天海山。4号は、千住院。本尊は、千住観音で、坂道十三箇所第十九番札所。国の特別史跡及び重要文化財に、指定されている、大谷間外フッツの所有者となっている。大谷寺は、大谷医師業界元層の洞窟内に道を配する。 日本屈指の洞窟寺院である。本尊は、行海岸の岸壁に掘られた上六の千樹観音で、一般には大谷観音の名で知られている。当時周辺には、縄文時代の人の生活の痕跡が認められること。また、公認元連に空海が千樹観音を刻んでこの寺を開いたとの伝承が残ることなどから、定かではないが、千珠観音が造立された平安時代中期には、 周辺住民等の信仰の地となっていたものと推定されている。こうして平安末期には現代に残される主要な魔害物の増留がほぼ完了し、鎌倉時代初期には鎌倉幕府によってを三33箇所の位置に定められたものと推定されている。鎌倉時代に入ると大谷寺は宇都宮社の新職で鎌倉幕府の有力御家人でもあった。 下野家宇都宮氏の保護の下で流星したとみられ、1965年の大谷寺発掘調査において、鎌倉時代の掛け仏、1363年法の教席、1551年と書かれた銅案などが出土している。しかし豊臣秀吉により、下野家宇都宮氏が開役されると、一時は衰退を余儀なくされた。しかし、江戸時代に入って、奥平忠政が、 宇都宮城、第二十九代城主に採封された後の玄羅年間、次元大師、天海の弟子であった天海が、藩主、忠政の援助を得て、道を再建した。天海僧城は、天文年間に、宇都宮城下の小川寺で修行した経歴を、有しており、徳川幕府が擁立された後、徳川家康と代々の将軍家の援助により、上野官営寺を混流したほか、 日光山漢寿として、道具再建を行っている。その後、法営年間にも、諸公の援助により道具本流を中心とした勘定が行われたが、その後の火事で、多くの道具を消失している。大谷間外フッツ大谷寺の本尊である、石像千寿館の音母殺立像など、大谷石の壁面に掘られた石心創像群、国の特別史跡及び重要文化財、 詳細は、大谷間外仏を参照。同六1685年、大谷寺中高の外の一人と言われる第四世、王権の依頼により、芋の死の戸室帝国が鋳造したもの。小型、丹生、古様の様式であることが特徴。1988年4月3日に、県より有形文化財に指定されている。同性闘牢1716年。 河内郡新里村の住民の寄進によりとむろ、元茂が鋳造したもの、巧みな衣装と安定感が特徴で、1988年3月22日に、市より有形文化財に指定されている。銅製ワニ口1667年に鋳造された、制銅製のワニ口、作者は不詳である。金属製ワニ口としては、市内最古と見られている。耳が、 わらび手状になっていることが特徴で、1996年3月22日に、市より有形文化財に指定されている。この寺の門前にある平和観音像は、大谷石の石切りバートに、世界平和を祈り、総手彫りで1948年から6年をかけて1954年に、完成、1956年に開眼したものである。 全長は88尺8寸8分で末広がりを意識している。詳細は、大谷平和観論を参照。大谷寺の洞窟に見られる古代遺跡。古代人が生活した痕跡が認められている。洞窟内の深さ3メートルの基礎から屈送された、特にほぼ完全な形の縄文人の人骨が出土したことから、大谷寺の洞窟はもともと縄文人の横穴式 住居であったものと考えられている。この人骨は20代前後の男性で、1998年にお茶の水女子大松浦修司助教授らに依頼した学術調査で放射性炭素法とフッ素法の2種類で年代を測定した結果、縄文時代早々期と判定されている。大谷資料館も参照親石に関わる歴史、文化を展示する資料館。 大谷岩陰遺跡の出土物についても展示している。前述の人骨についても展示されている。バス社、坂道33箇所18中禅寺19、大谷寺22市明け寺。ありがとうございます。